近頃の若いもんは苦労しな。草エアコン近くバクバクしおるな。二人がおばあちゃんになっちゃったよ。どうどうすんのこれ。向こう上行けば。ダイヤヒラメが舞い踊るんじゃん。やめー。ほぎゃー。ふぶきちゃん。いや、私は乙姫の姫。なんだ別人か。ふぶきちゃんだよね。で、何の用かね。二人を助けてください。じゃあ誠意を見せてもらわないとな。でも値切りたい人やります。いや、もういっそ元の値段上げてくれていいんで、それでこの値段まで下げてくれたらいいんで。めちゃくちゃ面白くはないけど、一人で見てたらなんとなく面白いなって感じ。誰かと共有したくなるレベルの面白さじゃないね。まあ戻してあげましょう。わーい、戻りすぎだよ。コロネ待って。じゃあ私はここまでということで。じゃあこの形どうやって戻せばいいんですか。また玉手箱でも探せば。コロネちゃん、これが玉手箱の匂いで。ちょっちょっこっち。ここまでワンワン。早いさ。野菜、ここまでワンワン。任せんしゃい。お肉、ここまでワンワン。にゃー、ルー、おいしいカレーの完成。玉手箱、みんなお疲れ。へね、こんなもの愚かな人間よ。ふぶきちゃん、湖の女神。いや、ふぶきちゃんだよ。あなたが落としたのは開封済みの玉手箱、それとも未開封の玉手箱。これはどっちももらえるパターンのやつ。いや、本当に落とした方しかもらえないパターンのやつかな。なんか小賢しい。ってん、逆の逆の逆の逆に素直じゃない方がどっちも。ねえ、もしあの子たちをくれたらこれどっちもあげるわよ。乗ったー。で、これがその玉手箱ってわけ。